そんなナルチャラさんなんですけれども、はい、もともと音楽活動に興味を持たれたきっかけというのはどこにありますか？はい、もともと音楽活動に興味を持ったのが、小学校5年生、はいはい、の時にそのラルクアンシエルっていうグル、まあ、バンドが、まあ、いますね、はい、でそのバンドの存在を知って、それきっかけでその、まあ、バンドってすごい興味持って、でそこから、メンバー、まあ、見た目に入っちゃうんですけど、メンバーを見た時に、はい、ベースの、哲也さんがすっごい小学校5年生の時の私にはすっごいタイプで、はい、私もこんな風にかっこよくなりたいって思ったんですよ、はい、女の子なんですけどなりたいって思って、それがきっかけで始めたベースです。実際に楽器に触ったのは、まあ、小学校6年生、はい、すごい早い時期ですか、はい、そうに触りましたね。でそれがお年玉で買ったっていう、そうですよね。はい、お年玉で、はい、どうでしたか？なんかそうですね、やっぱり大事にします。今でも、はい、初めて買って、やっぱりなんか、はい、楽譜とかもその時買ったりしたんですけど、はい、なんか読めなくって、結局楽譜その時も、はい、なんか結局楽譜見ずに聞いてコピーするみたいなのをずっとやってました。そうなんですか、はい、感覚で触ってみてっていう形で。そうなんです、だからなんかその楽譜を見るのは得意ではなくて、はい、まあ、その時はなんか、まあ、今もそんな見ないんですけど楽譜は、はい、なんか音が合ってればっていうんで、必死になんかその YouTube とかその哲也さんが弾いてるの見て覚えたりとか、そういうのをしてました、そうなんですね、はい、当時はあまり詳しい知識とかがない状態で、はい、まあ、楽器とかも購入されたんですよね。そうですね、音もわからなかったです。そうですよね、はい、何を基準に購入されたんですか？何を基準に購入されたのかは、まあ、それはその見て、はい、まず見に行って、はい、形が哲也さんが持ってたのがに似てるのがあったからそれにしました。結構かっこいい感じの、はい、かっこいい感じの。現在は、はい、その楽器は使われていらっしゃるんですか？現在も使っています。はい、なるほど、ありがとうございます、はい。まあ、そんなナルチャロさんなんですけれども、はい、将来どのような活動をされたいか最後に伺ってもよろしいですか？はい、将来は、はい、何でも私で楽しんでということで、なんかその音楽活動とかも通して、その私のその活動でみんなが楽しむ、みんなの気持ちが楽しい、なんでも日本語が明るくなる、そう明るくなる、はい、なんか楽しんでくれたら私も嬉しいし、そういうなんか存在になれたらいいなって思って、今後も活動を続けていきたいです。ありがとうございます、はい、それでは最後に視聴者の方に向けて一言お願いします。はい、2022年2月9日水曜日に、私がベースを弾いているモスインライラックというバンドで、ライブをします。場所は新宿アンチノックでございます。お時間などは、モスインライラックのオフィシャルツイッターなどでチェックしてみてください。ぜひ遊びに来てください。はい、皆さんぜひ遊びに行ってみてください。それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。本日のゲストさんはナルチャロスさんでした。次回からもゲストの皆様と一緒に未来を描いていきます。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。Tokyo Borderless TV